新しいモナルシーダネオ3、とにかく足入れが良かった。みんな言ってたけど、とにかく履きやすい、しかも素足感覚で軽い、かなりフィット感が高いシューズだったかなと思いました。トップモデルでね、エリートっていう、そうですね、この上にジャパンモデルがあるけど、引けを取らないぐらい、そうです、はい、でもね、もう十分トップモデルで試合用で戦えちゃうぐらい。皆さんこんにちは、サッカーショップカモ渋谷店の上原です。今回は水野さん主催の、モナルシーダネオ3の勉強会、試し履き会に参加させていただいております。先ほどモナルシーダネオ3の勉強をたくさんしてきたので、次は試し履きをして実際に皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってきます。試し履き会お疲れ様でした。実際に履いたモナルシーダネオ3新型になるんですけど、皆さんまず何履きました？すごい種類がたくさんあるんですけど、僕履いたのがネオ3エリートとネオ3ワイドエリートで、ネオ3プロ、ネオ3ワイドプロを履かせてもらって、あとネオセレクト MG も履かせてもらって、まあ、それぞれ特徴があってとてもいいシューズになってました。僕はネオ3セレクト、ネオ3ワイドプロ、ネオ3ワイドエリートのネオ3エリートと書かせていただきました。僕自身はモナルシーダネオ3エリート、ワイドエリート、あとスーパーワイド、履いたんですけど、アウトソールが違ったりとかアッパーの、質感が変わってたりするので、それぞれ、違う履き心地だったかなと思います。エリートはそうですね、まあ、カンガルーのアッパー使ってるので、やっぱりどの方でも履きやすいっていうのと、アッパーもやっぱり柔らかいんで、まあ、1回履いただけですごい馴染んできて、まあ、試合用とかにはとっておきのシューズかなと思いました。加藤さん、エリートどうだった？僕はですね、まあ、吉田さん言ってくれたように柔らかさっていうのをものすごく感じて、素足感覚、軽量、柔軟性、それが非常に感じられるモデルだったかなと思います。足幅とかはエリートどんな感じだった？そうですね、やっぱり革なんで伸びてくるんで、まあ、僕の場合あんまり足が広くないんで、ワイドの方履いちゃうとどうしてもちょっと横ブレが激しくなっちゃうんで、やっぱり横ブレして欲しくない人とかに関してはやっぱりプロのモデルが人工比較なんで、プロがおすすめでしたね。僕はまあやや広めの足型なんですけど、すんなりも足でできて、まあ、狭いなって感じることもなく、一発目からこう試合できるような感覚を持つような履きやすさはありました。エリートは足幅が 2E になるのかな、はい、2E と一応ワイドが 3E、 そうと、ワイドが 3E でやや広く履いてきて、僕はまあやや広めっていうのもあるので、まあ、よりこうワイドエリート履いた時の方がフィット感の良さっていうのは感じました。僕もやや足広めなんですけど、まあ、少しきついかなっていう感じだったけど、もう 2,30 分履いたら全く気にならないぐらいすぐ柔らかくなって馴染んじゃう。そうです。でワイドエリートの時は 3E 相当でちょっと広いから、全くそれが気にならずスムーズに履けたかなっていう感じ。天然の革だとちょっと伸びすぎちゃうっていうやっぱデメリットもあるんですけど、タフタっていう丈夫な裏材使ってるから伸びすぎず程よく馴染むっていう感じ、履きやすいシューズだと。今回モナルシーダネオ3ワイドプロが新しく出てきた。かかとはどっちかというとモレリア2ジャパンに近いのかなっていう形状、はいはい、ポイント丸型でしっかりスタッとも刺さってくれますし、足にもやっぱり優しいっていうのと、まあ、アッパーのところがカンガルーの革になってるんで、そこもやっぱり足なじみはすごい良かったです。加藤さんどうだった？僕も、まあ、ワイドってことなんで足入れはしやすくて、アウトソールが刺さりやすいアウトソールになってるので、まあ、ワイドエリートだったり、そのアウトソールでちょっとグリップ力足りないなっていう感じるようであれば、このワイドプロ、まあ、天然比較にもなってるのでいいかなと思います。グリップ力もあり、なおかつ幅も広いし、カンガルーの革使ってる、まあ、かなりスペックは高いから、はい、
思います。履いた感触としてはワイドモデル履くとちょっとかかと緩いんじゃないかなっていう感じもあったんですけど、その辺どうでした？足幅細い人とかかかと細い人とかに関していくと、やっぱりネオ3のものとネオ3ワイドのものを比べると、やっぱりかかとのホールド性がここのハードカップついているのついていないもので、やっぱり切り返ししたりした時にやっぱりついてくれるのとついてこないっていうのはあるんで、ただ逆にこれが窮屈に感じる人に関していくと、やっぱりワイドの方がすごい履きやすいのかなと思いました。僕は、まあ、足幅やや広めっていうこともあって、かかともちょっと広くはなってるんですけど、まあ、履いた感じ広いかなっていう感じはありましたけど、特にまあプレーにこう影響だったりだとか、こう踏ん張った時にこう横ずれっていうのは起こらなかったので、かかとのこうフィット感大事にしてるプレイヤーとかはネオ3エリートがいいのかなとは思います、うん、僕自身はこのワイド履いた時に、まあ、少しかかとの抜け感感じたんですけど、ヒールロックっていう表現の通し方、はいはい、これで履いた時はかかとの抜け感なくなったので、こういう履き方するのもおすすめかなと思います。それでも気になっちゃうよっていう人は、あのさっき言ったようにヒールカップがついてるモデル、こっち側履いてもいいのかなとは思います。ワイド履いてそれでも横幅物足りないよって方いらっしゃると思うんです。すごい、はいはい、もう高も高いし足幅も広いっていう方結構いらっしゃるんですけど、そういう時はこっちのスーパーワイド、はい、これが 4E 相当の足幅になっているんで、はい、これかなりゆったりめ。そうですね、僕の足型はやや広めなんですけど、それでも横余るなっていうぐらい相当広いです。かなりゆったりめに履けるんで、足幅広いプレイヤーもちろんそうですし、あんまりストレス足にかけたくないよっていうプレイヤー、週末サッカーやりますっていう社会人の方とかは負荷がなく履きやすいのかなと、まあ、あとポイントの形状もこれ特殊で結構太くできてるので、まあ、土でプレイした時も耐久性はあるのかなと思いますし、襟も緩やかじゃないかなと思います、はいはい。あとはみんな気になるところだと思うんですけど、モレリアネオ4とモナルシーダって何が違うのかと。ここの中足部の素材がモレリアネオ4の方がやっぱり薄くできてて、モナルシーダの方がちょっと分厚め、より素足感覚で柔軟性を持たせたい人はモレリアネオ4をおすすめかなと、ただ耐久性求めますという方だったりとか、あまり足ぶれてほしくないって人はこのモナルシーダネオの方がおすすめかなと、はい。前の部分の素材は一緒？前は一緒です。同じカンガルーの革を使っている。はい、違いとしては中足部部分が主に変わってくるっていう感じ。はい、プロでもカンガルー使ってるんですけど、これとエリートのカンガルーの違いって何ですか？プロの方が少し厚くなってます。履いた感覚でいくと固めには感じるんですけど、履いていくと全然馴染んでくるんで、最初からこう馴染みが好きな人はエリートの方が、ただ最初からちょっとこう硬いのが好きとか馴染ましていくのに時間かけたい人とかはプロとかの方がおすすめかなと思います、まあ、少し厚みがある分馴染む速度はちょっと緩やかかなっていう。そうですね。モナルシーダネオ3エリート29,000円、モナルシーダネオ3ワイドエリート18,700円、モナルシーダネオ3プロ14,850円、モナルシーダネオ3ワイドプロ15,400円、モナルシーダネオ3スーパーワイド KL 17,050円、モナルシーダネオ3スーパーワイド13,750円、モナルシーダネオ3セレクト8,470円、モナルシーダネオ3セレクト MG 8,470円。モナルシーダネオエリート、これってどんなプレイヤーに履いてほしいとかってありますか？学生だったり、まあ、社会人でもしっかりこうバリバリこうプレイされてる方、まあ、特にこう試合メインで使われる方にはすごいおすすめかなと思いました、うん。
トップモデルだよね、エリートっていう。そうですね。はい、その上にジャパンモデルがあるけど、はい、引けを取らないぐらい。そうです。はい。だよね、はい。もう十分トップモデルで試合用で戦えちゃうぐらいのクオリティかなと思います。はい。22センチから展開があるので、女性プレイヤーのこう試合用のシューズとしてもおすすめかなと思います。まあ、22センチから展開だったら、ジュニアの子たちでも。そうですね、履けちゃうぐらいで、はい、いいスパイクを小さい子でも、履けるようにはなってきてるので、まあ、質が高くて、履きやすいモデルかなと思います。モナルシーダネオプロ、これはどんな感じ？エリートのモデルを試合用 でプロをまあ練習用で履いたりだったりとか、まあ、先ほど言ってたように、ワイドの方がカンガルーのちょっと分厚めの革なので耐久性やっぱり高いんで、練習用で履いてもらって、まあ、エリートを試合用で履いてもらうって形で、しっかり練習したい人だったりとか、社会人でも耐久性を求めますっていう方に関して言うと、プロのモデルはおすすめかなと思いました。うん、人工皮革なので悪天候の時とか天然皮革履くのに抵抗あるプレイヤーとかはプロの人工皮革のタイプ履いてもらうのもいいのかなと思います。練習でガシガシ履いてもう問題ないようなスパイク。はい、はい、やっぱり横幅やっぱりすごい気にされてる方にはおすすめしやすいかなと。うん、スーパーワイドっていうのもあまり出ていない商品になるんで選びやすいかなと。カンガルータイプと人工皮革のタイプが出てるんで、まあ、あとはそこから選んでもらうって形になるかなと思います。うん、ワイドモデルでもきついですっていうプレイヤーはあと1回はちょっと足してもらって、かなり広くなってるので履けるかなと思います。履いたら分かるよね。履いたら分かるです。足幅がどれも合わないよっていうプレイヤー結構お店に来られるんですけど、そういう方履いたらこれだなって分かってくれるようなね、はい、かなり広いモデルにはなってるので、ストレスなく履けるかなと思いますし、まあゆったりめが履きたいっていう方もあえてスーパーワイド選ぶっていうのも一つの手かなとは思います。はい、ちょっと硬めの素材使っていて足なじみどうなのかなって最初気になるとは思うんですけど、まあ、実際履いた感じそこまで気にならない。そうですね、カチッとしてて逆に耐久性強くて、それこそ練習用で土でバンバン履いてもボロボロになりにくいようなモデルなので、この辺も練習用とか視野に入れてもいいのかなとは思います。はい、これも今回新しく出たモデルになるんですけど、 MG ソール履いた感じどうでした？足にすごい優しいっていうのが一番やっぱり最初に出てくる言葉かなとは。人工皮革なんですけどやっぱりすごい柔らかいんで10分20分履けば全然柔らかくなりますし、結構足痛めますだったりとか膝腰痛いんですって方にはおすすめはしやすいかなと。ジュニアのタイプも出てるので足がまだちょっとこう弱いお子様とかにもすごいおすすめできるかなと思いました。MG ソールって人工芝だけしか使えないですか？ MG なので人工芝専用ってわけでもなくて土グランドでも全然履いていただけると思います。 MG ってこうポイントの数が多いんですけど、こういうシューズって結構人工芝専用っていうイメージがあったりもするんですけど、土で履いても全然問題ない？問題ないです。人工芝で履いた時の引っかかり具合って弱い？適度なイメージはあったんで、ただどうしても高さはそこまでないんで、まあ、どうしても引っかかり欲しいなって人は、まあ、同じセレクトでも通常のセレクトのモデルがいいのかなと。僕が履いた形のイメージでいくとトレーニングシューズに近いような履き心地、全面で支えてくれて足にすごい優しいっていう形に、ね、感じましたね。トレシューよりはややグリップがあるかなっていう感じ。はい、まあ、こっちだとちょっと引っかかりが強いっていう人は MG。 そうです。 MG だとちょっとグリップ弱いなっていう人は通常のスタッドで履いて履き分けもできる。はい、社会人の方、まあ、シニア層のプレイヤーの方にもおすすめなのかなとは思うんです。適度なグリップ力で突き上げもここまで感じないので、社会人、まあ、シニア向けプラス、まあ、ジュニアもですね、こう履いていただける負荷がかからないアウトソールになってるんじゃないのかなと思います。前作と比べるとつま先の高さっていうのが変更点にはなるんですけど、そうです。サイズ感って
ちょっと大きめになったとか小さめになったとかってありますか？前回のモデルとは、まあ、ほとんど変わりなく、ただ指先の、まあ、前のところですね、がより奥に入りやすくなってるんで、指先周りのフィット感がすごい良くなったかなとは思いましたね。あとは今流行ってるゼログライドシューレース、グリップがついてるんですけど、今回のモナレシーダも4ミリ幅のシューレースがついてるので、まあ、付け替えても特に違和感なく、変更できるかなと思います。そうですね、今回の新しいモナレシーダネオ3、まあ、とにかく足入れが良かった。そうですね、はい、もうみんな言ってたけど、とにかく履きやすい、しかも素足感覚で軽い、まあ、かなりフィット感が高いシューズだったかなと思いました。モナルシーダってモデルがいっぱい出てるので、いろんな足型にも合わせられるように履き分けができると思うので、まあ、店頭で一回足入れしてみて履き比べていただくのが一番いいかなと思いますし、その中で一番自分が気に入るしっくりくるモデルを、選んでいただければなと思います。今回ご紹介しましたモナルシーダネオ3シリーズ、サッカーショップカモで販売しておりますので、ぜひ店頭にお越しいただいて足入れしていただければと思います。皆さんお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。